皆さんご無沙汰しております。お元気ですか？今回はですね、まあ購入品なんですけども、ですね、最近ですね、アロマにハマってましてですね、最近、購入したものを紹介します。興味のない方は本当申し訳ないんですが、今私がすごくハマってるアロマたちです。はい、そういったわけでですね、今ちょっとアロマを使ってですね、化粧水を作ったりとか、あと普通に炊いたりですね、あとはそうですね、まあいろんな用途に使ってるんですが、まずアロマを勉強しようということでですね、私あんまりこう勉強したりだとかあんま機会がなくて、でも今年は新しいチャレンジの年ということで今年は言っていたので、新しいことを結構始めてるんですけど、最近はアロマですね。このちょっと前はピラティス、そしてその前は食事改善と、今年はなんだかいろいろとやっているんですけども、もう職場の中以降のおすすめでちょっと買ってみたんですけど、ご存知の方もいると思います。こちらのアロマテラピーの教科書っていうものですね。1500円の税の1620円するんですが、これがすっごいこういろんなねアロマのことが載っているんですけども、本当アロマっていうのは幅広いよ、いろんな用途に使えるものなんだなと改めて思いました。炊くのだけではなくて、化粧水はもちろんなんですけども、風邪ひいた時とかうがいに使ったりとか、あとはですね、二日酔いに良かったり、アロマの精油を使ってですね、クリームとか作ってこう塗ったりとか、例えば喉にいいものをアロマオイルをちょっと入れてクリームに入れたりして使ったりとか、入浴剤代わりとしてアロマオイルを1、2滴、はい、落として、あと、塩、天然塩ですか、粗塩とかを入れて一緒に入浴するといいとかですね。このアロマの教科書にほとんど載っているので、これは勉強には本当ふさわしいと思います。はい。まあ、パラパラパラーとこんな感じで、こう、いろいろ載っているんですけども、まあ、詳しくはちょっと見せていいかわからないので、はい、見せれないのですが、気になった方は書店に行けばわかるので、見てみてください。はい。これは本当、もう、これを使って、まあ、勉強しようと思ってるものです。まだ、パラパラっとしか読める時間がないので、読んでないんですけども、昨日の夜とかちょっと読んだら、すごい引き込まれて、すごく、あ、これやってみようと思ったものが結構ありましたね。アロマを炊くときにもちょっと使ってるんで、もう結構ないんですが、精製水と、あと化粧水には本当は無水エタノールがいいらしいんですが、結構お高いので、私はグリセリンのちっちゃいの。これででも398円とかするんですよね、この大きさで。はい。これと、この精製水とお好きなアロマを入れて、化粧水を作ったりします。はい。一度作ったら、ちょっと精油っていうのは結構そんな入れるもんじゃないらしく、いっぱい入れてしまってちょっと失敗で終わったので、今度は、はい、控えて入れてやろうと思っております。そしてですね、肝心なアロマなんですけども、無印良品のアロマもいいって聞いたので、昨日ちょっと買ってきたものが、こちらのレモングラスと、ティートゥリーですね。はい。ティートゥリーはですね、うがいをするときにいいそうで、風邪ひいたときとかに炊いたりとか、いろんな用途に使えるのですが、これちょっとね、匂いが好き嫌いすごく分かれる香りだと思うんですけども。で、こちらのレモングラスはですね、ほんとレモンの香りがすごいんですけど、
これレモンとレモングラスのがあるんですけど、レモングラスの方がいい匂いと聞いて、で炊いた時も結構香るので好きなんですけど、不眠症の時とかに炊いたりするとこの、まあラベンダーと同様、なんかいい気がしますね。はい。無印良品のオイルはこういう、ちょっと安めで10ミリ入って、こっちが、ティートリーが1480円で、こっちが1000円だったんで、まあお手頃で買えるんですが、100% ピュアって一応書いてあるし、すごいいいって評判がいいのでちょっと買ってみました。知らない時に買った、こちらはペパーミント。これは楽天で買ったんですけども。で、こちらもレモングラスなんですけど。で、これがですね、ユーカリです。はい。で、これもティートリーですね。そして、これがラベンダーです。はい。この5点、5個ついて5ミリで1080円だったので、ちょっと安いらしいんですが、一応これも 100% ピュアとか書いてあるんですね。でも安いオイルというのは、やっぱボトボト出てきてしまうので、これ結構ボトボト出てきちゃうから、もしかしたら 100% ピュアとか書いてあるけど違うかもしれないとか、ちょっとよくわかってないのですけど、でも皆さんアロマに詳しい方はやっぱりだいたい10ミリ入って1000円とか、まあ、1500円とかそういうものを使った方がいいと聞くので、だからまあ無印ぐらいがいいのかなと思って、無印をこれからちょっと集めたり、ちょっといいなと思うトライアル的な、なんか試験用に売ってる10本でセットのものとかあるんですけど、そういうものを今後ちょっと集めていこうかなって思っております。今回はですねアロマの、購入品でした、全然興味のない方はすいません、全然つまらないかったと思うんですけども、アロマに対してこう興味があったり勉強したい方、一緒にこの良ければアロマテラピー教科書を買ったり、まあ、調べたりいろいろして一緒に勉強していけたらいいなって思います。はい、今回はこんな感じでちょっと短いんですけど、はい、まずはアロマの購入品を紹介させていただきました。この後また違う購入品の、紹介をしていきたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。